皆さんこんばんは。ちょっと遅くなりましてすみません、15分ほど遅れましたけれども、今からですね、夕方が接骨院の患者勉強会を始めさせていただきたいと思います。まあ、今日は第48回ということですね。続いてますよね、48回、まあ、ちょうど5年ぐらい経つと思うんですけども、始めさせていただいてからですね、まあ、今日はその中でですね、健康食事法とダイエット食というね、まあ、これ全くもって初めてのことですね、食事をテーマにしたものですね。ちょっとそれでね、今日は勉強させていただいて、まあ、後半はね、リラクゼーションをねやらせていただきたいと思います。まあ、今日非常にやりやすいのはですね、皆さん初めての人がいないということでね、非常に説明が省けるかなというところがあるんですけどね、はい、まあ、その代わりね、しっかり、みっちりねできるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はね、食事健康法とダイエット食についてお話しさせていただくんですけども、まあ、その前にね、恒例の、まあ、波動についてね、簡単にご説明だけさせていただきたいと思います。まあ、波動はね、波が動くと書くんですけども、まあ、このような形でね、記号化されてます、波動というね。何のことかというと、まあ、気の流れ、ね、病は気からと言いますけども、さあこの気の流れのことをね、波動と言います。でこの気というのはね、体だけじゃなく、まあ、万物全てのものにあると言われています。ということはこの波動というものも全てにあるというね、今日お話しさせていただく、食事に関してもね、全て波動があるんですね。気があるんですよ。だから全く同じものでもね、美味しく感じるときと美味しく感じないときとね、あるかもしれないですね。ましてや水なんかもそうかもしれないけど、美味しく飲めるときと全く同じ水なのに美味しく飲めないときとあると思うんですね。それも一つね、この波動というものがね、関わっているんじゃないかなと思います。でこの波動というのはね、すべて振動しているんですよね。振動ですね。で皆さんの体も、まあ、同じように振動しているわけです。ということはこの波動が合うというね、ことはイコール振動が合うというね。でこういう揺れてる振動と自分の振動が当てたらなんか心地いいじゃないですか。でもこっちが早く揺れてこっちがゆっくり揺れてるので心地悪いじゃないですか。それがね、さっき言った美味しく感じる美味しく感じないというものにね、共通するところかなと思います。はい、でこの波動振動というものも、そうですね、一つの気の流れで皆さんにあるということをお話しましたけども、でまたこの波動というのはね、共鳴ということで伝わるんですよね。伝わるんですね、うん、伝わります、共鳴。でこれは具体的なところで言うと、音叉というね、ものがありますよね。で音楽で使う音叉というものね。でこれをチーンと叩くとこう振動するわけなんですけども、その振動をね、もう一つの音叉、振動してない方に近づけると、接触してないのにもかかわらずこっちの音叉も振動しだすんですよ。これをね、共鳴っていうんですね。要するにこの波動が、振動が伝わったっていう、これすごく分かりやすいのでね、毎回言わせていただくんですけども、波動というのはね、これ共鳴する、伝わるということなんです。ですから僕はいい波動を持ってたとして、ね、近づくといい波動が伝わると思いませんか。で例えばいい空間ね、まあ、ここは例えばいい空間、波動のいい空間だったら、ここに来ただけで波動が良くなる、ね、最近ではそういうのをね、よくパワースポットですか、パワースポットとかね、ヒーリングスポットとかね、そんな風に言ってますよね。おそらくそれもこの波動ね、だと思います。ここ、まあ、磁場とかね、ゼロ磁場とかなんかよく言いますけど、そんな感じかもしれないですけどね。要するに波動、いい波動のところは共鳴するというね。で逆に悪いものも共鳴しちゃいますからね、悪いものもね、だから悪い事件とかがあると結構同じような事件重なりませんか。ね、殺人事件でもなんか似たような事件が、誘拐事件でも似たような誘拐事件が、強盗とかでもね、犯罪とかでも全部同じようなものが全く違う場所なのに何かこうつながっていっちゃったりとかね、うん、ね、そんなことがやっぱあるんですよね。でそれがやっぱ共鳴、ね、っていうところですね。はい、まあ、波動はまあこのような形でね、ご説明させていただいて、今日はちょっと実は中身は本当は濃いのでね、食事健康法のことに行きたいと思います。このね、フードガイド、フードガイドピラミッド、これちょっとある本の、ね、抜粋なんですけども、フードガイドピラミッド、このようなね、ものを見たことありますかね。 ありますか。はい、これね、なかなかよくできてるんです。でよく見てみると当たり前のことなんですよ。でもこうやって区分けされてると、あ、そうかと思うんですよね。うん、でここでね、何に気づいてほしいかというと、まあ、一番上のものをね、一番上のものばっかり食べたり取ったりすると、基本的にはまあこういう病気になってきますよね。
で逆に下のものばっかり取っててもまあ、健康としては偏るんですけども、逆に下のものばっかり取ってると、まあ、病気はしにくい体になっていくというね、そういったものなんですよね。で、まあ、基本的に一番上にあるよね、甘いものね、これは当然良くないと、よろしくないと。で次にチーズとか、ね、牛乳とかその辺も次に来ますけども、3段目に、ね、野菜、4段目にこれ、穀類ですね、お米とかね、あ、消しちゃいましたけど、このお米で、このね、木ってこういう字も書くじゃないですかね。ですからね、気を蓄えるとき、人間の体に気を蓄えるときには、これは必需品なんですよね、うん。これがないとね、エネルギー出ないんですよ。だからお米はやっぱ大事ですね。で、病気になったときに、下から2段目ですね。下から2段目。下から2段目を意識して取るようにすると、病気は治っていくんですね。これはそんなに風な見方なんですよね、うん、下から2段目で逆に上から2段目をなるべく控えるというね、うん、まあ、単純にそこなんですけども、でね、ここで僕がちょっとお勧めしたかったのは、一番下の段で言うと4段目の段で言うとこれ、どうですかね、お米、白いお米よりも本当は玄米とかね、うん、そんな感じで言われるんですけども、これ実はね、後のダイエットのところで言うんですけども、ダイエット食とね、実はこれってすごく似てるんですよね。だから健康を考えるのとダイエットを考える食事ってなんかすごく似てるんですよ。似てるんですね。だからこの夢高接骨院の美容整体を始めた理由っていうのは、美と健康はすごく比例するなと思ったからなんですよね、うん、で、そこで考えて、これもね、すごく同じような感じなんですよね、うん、で、これ何やらここで健康的な食事と美容的な食事、ダイエット的な食事を一緒に話したらいいなと思ったら、なんかね、本読んだりまとめてたりするとなんか似てるんですよね。結局同じじゃんかと思ったりするんですけども、まあ、そこでね、フードガイドピラミッドっていうのを利用させていただくと、3段目と4段目、それをね、主に取っていただければ病気になった時ね、いいんじゃないかということです。で4段目はね、穀類なんで、まあ、お米穀類なんで、これね、あれですよ、僕がおすすめするのはね、よく15穀米とか16穀米とか穀米ですね、いろいろお米の中にいろいろ入ってるやつ、うん、あれはおすすめですよね、うん、あれ取るだけで全部取れちゃったりとかしますんで、そういったものを主食にするとかね、であれも面白いもんで、ね、あれを取るだけで本当おかずいらないとかいうねぐらいのなんか栄養素があるらしいですね、うん、なのでまあ主食をお米みたいなね、おかずは、うん、何か主食はお、うん、そうですね、まあいいです、そういうこと、15穀米、16穀米、まあ、そういったものが一つはおすすめです。で、もう一つその上の野菜ですよね。で野菜も、これね、取ったらいいんですけども、なかなか量をね、食べれなかったりするじゃないですか。で、これでね、おすすめなのはやっぱこれ、青汁です。青汁で、青汁も今すごくね、進化してますからね、昔の青汁は本当まずかったじゃないですかね。で、今の青汁って意外と飲みやすかったりするんですよね、うん、なので、まあ、青汁、ここで言ったら青汁おすすめです。で、うちが、ね、一応お勧めしている青汁もあるんですよね。これ美容の方でも使わせていただいてるんですけども、これベジパワーってやつですね。で、これはね、ある、ね、美容系の、ね、有名な人がこうお勧めしてたりとか、浜崎あゆみがね、ツイッターでつぶやいたっていうことで有名になったね、一時ですよ、有名になったベジパワーってやつなんですね。なので結構有名な人が飲んでたりするらしいですね、うん。でまあ、ここに書いてあるようにスティック1本で、ね、サラダ2皿分とか書いてありますけども、まあ、いっぱいサラダとか食べれないような時はやっぱりいいかもしれないですね。で僕もこれとね、16穀米かな、に関しては取ってるんですよ。そうするとやっぱね、維持できるというかね、それがすごく分かります、体はね。だこれは一つおすすめとしてね、ということです。なので、フードガイドピラミッドということを利用して、まあ、4段目と3段目、ここをちょっと中心にね、取っていただけたらいいんじゃないかっていうのが、まあ、健康的な食事の取り方ですね、まあ、参考までにね、はい、でこれもっと詳しく言うとすごくなんかね、細かいことがあるんで、今日はちょっと恥ずかしていただいてね、今日覚えていただきたかったのはこの下から2段目がすごく大事だよということだけちょっと覚えてください。はい、で、次ですね次は、まあ、ダイエット食、まあ、ここからがね、本題になるのかもしれないですけども、まあ、ダイエット食についてね、お話したいと思います。で、これね、ちょっと面白い話をさせていただくんですけども、まあ、どうしてね、脂肪がつくかというね、どうして脂肪がつくかという、ここをお話ししてから、こうすると、あ、こういうものを食べればいいのかっていうのが分かってきます。でまずね、
食べ物をちょっと汚いで書きましょうかね。どうした？動画みたいになりましたね。食べ物をね、この口から取るじゃないですかね、うん、食べ物を口から取るとここにちょっと胃袋とね、腸があると思ってくださいね。でここに肝臓があります。ちょっと書きにくいけど、ここに膵臓がありますね。で食べ物を取ると、まずね、胃と腸の方で消化吸収されるわけですよね。で、その消化吸収されると、それがブドウ糖となってね、肝臓の方へエネルギーとして溜まるんですよ。肝臓の方にね。で、もう一つ筋肉にも溜まるんですね、筋肉にも。このエネルギーがブドウ糖となって肝臓と筋肉に溜まっていくんですね、うん、そうそう、消化吸収されてブドウ糖となって筋肉と肝臓にエネルギーとなって溜まるんですね。でもう一つね、血糖っていうものがあるんです。血糖で食べ物によっては血糖がすぐ上がっちゃう食べ物だったりとか、なかなか上がっていかない食べ物だったりとか、これね、よく皆さんカロリーってあるじゃないですか。カロリーとイコールじゃないんですよね。カロリーが高くても血糖がなかなか上がらない食べ物もあるんですよ、うん、なんでね、ちょっとこの話はその話は後でしますけども、とりあえず今、言いたかったのは、食べ物を食べると、まず胃腸小腸でね、消化吸収されてブドウ糖となって肝臓、これ筋肉にエネルギーとして溜まるんですね。でもう一つ、血糖が上がるとインシュリンというものが出るんですね。膵臓からインシュリンというものが出るとそれもまたエネルギーに変わるんですね。で、そのエネルギーがどこに溜まるかというと、同じ筋肉と肝臓に溜まるんですよ。膵臓からインシュリンが出ると、筋肉、肝臓にエネルギーとして溜まるんです。じゃあですね、ここに一つのバケツがあって、これはね、筋肉と肝臓。要するにエネルギーが溜まるバケツですね。じゃあここにね、まず食べ物を食べました。と言って、エネルギーが、胃と小腸で吸収された、ブドウ糖となったエネルギーが肝臓筋肉に溜まり出しました。これは何ですか？ブドウ糖からですね。ブドウ糖からのエネルギーが溜まり出しました。まあ、これだけでも溜まっちゃってね、こぼれてくるのが要するに脂肪になってくるんですよ。溜まりきらない、肝臓にも筋肉にも溜まりきらないエネルギーが脂肪になるんですよ。でもう一つね、追い打ちをかけるようにインシュリン、膵臓からインシュリンね、血糖が早く上がりすぎるとインシュリンがいっぱい出てきます。そのインシュリンもエネルギーとなってこのバケツに同じように溜まってくるんですね。じゃあこれもね、追い打ちをかけてどんどん溜まってくるわけですから、溢れ出たものは脂肪として溜まっていくわけですね。でその脂肪がどこに溜まるかって言ったら、もうこういうところに大体溜まってくるじゃないですかねそういうことですよね、はい、じゃあここで考えてほしいのは、まあ、食べるものは食べるもので、ね、いいですよね。いいんですけども、こっちを減らしたらどうかって話なんですよ、ね、うん、でインシュリンの量をなるべく抑える。それにはどうしたらいいかというと、血糖がすぐに上がらないものを食べるということなんです、ね、で血糖がすぐ上がらないということかというと、まあ、さっき言ったように食べ物によっては血糖がね、すぐ食べた瞬間にぐーっと上がる食べ物もあるんですよ。で落ちていく。でもう一方ではなかなか血糖が上がらないで下がっていくというね、食べ物もあるんですよ。だったらこっちを利用すればいいんじゃないですか。要するにね、ダイエットをやりたい人で一番気にするのは食事制限ってやつですね。食べれない、あれ食べちゃダメ、これ食べちゃダメとか言われたりとかね、もしくは置き換えっていうんですか、なんかある全く違うものを食べるね、健康食品を食べなさいとか、そういうのがね、やっぱり嫌というか、僕もそれはあまり賛成じゃないですね、本当はね。で今食べているものをやっぱ満足いくように食べたいじゃないですか、ね、同じ量食べたいんだったら同じ量食べればいいんですよ。ただそれを血糖が上がりにくいものに変えたらこれが出てこないんですよ。そして今までと同じだけ食べててもこれが減るんですよ。そう、今までと同じだけ食べててもこっちが減ればどうですか、ね、これっていうのはつきにくくなりますよね。そういったやり方はどうでしょうかっていうね、ことを今日お話ししようと思います。で、ね、この血糖が上がりにくい植物を最近はね、GI1 っていうんですね、GI1 というものを最近ではカロリー表示に変わって表示されてます。
これなんかね、蜂蜜なんですね。でこれ GI17 ってあるじゃないですか。で GI60 以下がこっちですよね。で GI17 これは蜂蜜なんだけどすごく甘いんですよ。同じです、蜂蜜の味。でもちょっとね、ちょっと苦味があるんだな、これ、ね、うん、まあでも普通のブルーアガベシロップって書いてありますけども、ほんと何普通の蜂蜜として使うにはいい、もしくは、調理に、ね、砂糖の代わりとして使うには良かったりします。これたまたまね、これおすすめしてるわけじゃないですよ。たまたまあったんで今言ってるんですけども、GI1。これからカロリーという言葉に変わって GI というものが、表示されるようになってくるんじゃないかなと思います。まあ、実際あったんでね、これはね、スーパーにありましたよ。ということです。で、で今回ここお話しさせていただいているこのインシュリンを使ったね、話というのは、低インシュリンダイエットというのがあるんですよ。でこれ書いてるのが永田隆之先生といいまして、実は僕うち の美容整体のね、美容整体には会がありまして、日本美容創進学会ってね、そこの会長さんなんですね、この永田先生という方が、まあ、結構ね顔見ると、あ、この人テレビで見たことあるみたいなね、そんな人です。でここに書いてあるのは今お話したような話が書いてあるのと、あとは実際にね、こういった植物が低インシュリン、血糖値GI 値が低いですよってこと書いてありますね、うん、これね、お米 GI 値高いんです、実は。だけど玄米とか黒米下がるんですよね、GI 値が低いんですね、とかですね、あと麺とかパスタもそうですね、うどんとかはね高いんですよ、 GI 値が。で逆にそばは低いんですよ、そんな感じのことが書いてあります。だから GI 値面白いんでちょっと調べてみたら面白いかもしれないですね。でこの辺もそうですよね。じゃがいもとかね、高いんです、GI 値がね。で逆に低いのはキャベツとかね。これもさっきのね、フードピラミッドにも書いてあったと思うんですけど、この辺高いんで、上の方にあるんですよね。だから似てるなと思ったんですけどね。そんな形です。それで、ちょっと資料の方で、見させていただくと、低インシュリンダイエットね、成功させる7つの鍵というね、ことが書いてありますけども、まあ、この GI 値が60以下の食品を選んで、食べる、ね、だから同じ砂糖でもこういうのに変える、これ一つの方法ですよね、なんですね。だからまあ今日で一番分かってほしかったのは、今までの生活スタイルを変えなくても使うものを変える、どっかに書いてありましたね、ここに書いてある、僕ブログに書いてあるのかな、ブログに書いてあるんですけども、あれです、ほら、健康でね、長生きするには何をどう食べていくかということなんですね、健康で長生きするには何をどう食べていくかなんですよ。で、じゃあダイエットするにも実は何をどう食べるかなんです、何をどう減らすかじゃないんですよね。何をどう食べるかっていうね、食べ方なんです、で食べ方もだからめちゃくちゃに食べてしまうと、結局どんどん脂肪に、さっきの話ですよね、こういう風になっていっちゃうわけですよ。ちゃんとこういうね仕組みがあるんだったら、これをね利用して血糖はなかなか上がらないような状態を作って食べていけば、同じものでもねいいわけですよ。それがここに書いてあります。まあ一つ目はね、 GI 値が60以下の、ものを選ぶ、ね、で二つ目は、穀類は未精製のものを選ぶ、だから要はこれ玄米ということなんですよね、まあ、玄米なかなか食べにくいかもしれないんですけども、お米にちょっと混ぜるとか、さっき言った15穀米とかね、16穀米とかあれなら OK だと思います。あれはね、白いご飯にその袋あんですね、入れてそれで炊くという、で3番目、糖分の多い食品や甘いものを控える、これは一緒ですね、さっきのフードガイドピラミッドと一緒で、一番目の方ですね。で糖分の多い甘いものというのはね、やっぱ GI 値高いんですね、どうしてもね、で4番、脂質は 適量なら OK、あと下の方に注意書き書いてあったな、まあ、脂質はね、バターとかマーガリンとかマヨネーズとかね、生クリームとか、まあ、そういったものをね、普通に摂るなら OK なんです。でもね、この永田先生言ってましたけども、マヨネーズがすごく大好きな人がいて、1日ね、1本食べちゃうらしいんですよ。ダメだと思うでしょ。だけどね、どうしても食べたいらしいんですね。じゃあどうしたかって言ったら、そのマヨネーズ半分にして、その半分をヨーグルトを混ぜたんですよ。そしたらね、同じマヨネーズみたいな感じらしいんですね。だから同じ量を今までと同じ量をマヨネーズ摂ってるんだけども、取ってるんだけども痩せちゃったんですね。なんでかというと、もう食べれないってなっちゃうんです、食べれないって、いつも1本食べたのに
ヨーグルト半分にしたら食べれないってなっちゃう、これなんですよね、結局血糖がゆっくり上がってくるもん、ゆっくり上がってくるもんだから、ね、満腹中枢でね、その辺がちゃんと正常化されちゃうんでしょうね。で、5番目、高 GI 値食品は工夫して食べる。これは下の方、これありましたね、注釈に書いてありますけども、これ食べ方なんですね。同じ食べ物があったとしても皆さん何から食べるでしょうかって、ね、うん、これね、まず植物繊維から食べる、食物繊維から食べると書いてありますけども、まあ、本当おすすめはね、味噌汁スープから取った方がいいですよ。まずは味噌汁スープから取って、ね、そう、その次に食物繊維で、なぜ食物繊維かというと、食物繊維を先に食べるとこうなるんですよ、ね、血糖が上がりにくくなります、食物繊維を先に食べると。で、食物繊維を食べた後に、肉類や魚類やおかずを食べて、最後にお米を食べる。でもね、日本人っていうのは口内調理って言って口の中で一緒に食べたいじゃないですか、ね、食べたいでしょ。だから一番初めだけこれをした方がいいですよってことなんです。味噌汁スープを飲んで、野菜サラダを食べて、おかずを食べて、最後にお米を食べる。その次からもう自由に食べてください、ね、うん、それでもこれができるってね、ということです。で、あと次は酢を加えるとかね、牛乳を飲むとか、それも同じこのね、これです。GI 値を、血糖を上げにくくするとね。で、6番目は DIT を高めて効率よく痩せる。この DIT というのはね、聞き慣れない言葉かもしれませんけども、食事誘導性耐熱酸性、要は食べただけでもエネルギーが、ね、発生するというやつですね。よくこの夏なんかもう暑いんだけど、なんかね、辛いものとか熱いものとか食べてダラダラ汗かきたいみたいなね、わかります？あんな感じですね、感じて言うと、ね、食べて汗びっしょになるじゃないですか、辛いものが。あんな感じですね、エネルギー食べてエネルギーを使うってね、うん、で、まあ、それをね、具体的なところで言うと、まあ、運動の習慣をつける、食事の前で運動をする、まあ、筋肉の量を多くする、まあ、これね、筋肉の量を多くすることが運動しないからっていうね、冷たいものより温かいものを食べる、これはさっき言ったのは僕これですよね、食事は楽しい風景で美味しく味わいながら食べる。義務的に食べたりするとダメですね、時間だから食べなきゃいけないとか、うん、それは NG ですよね、まあ、本当美味しく楽しく食べていただくってね。で、食後にカフェインを飲む。で、朝食はしっかりとり、夕食は軽めにし、深夜には食べない。で、最後のこれはね、朝食はどんだけ食べてもね、血糖が上がりにくいんですよ、うん、朝食はどんなに食べてもでも夕食はやっぱ上がりやすいんですよね、うん、ということです。で、7番目、甘いものを食べるなら食後より間食に。これはね、こういうことです、甘いものを食べたいじゃないですか、間食、おやつじゃないな、あれデザートね、デザートが食べたいんだけども、大抵食後に食べちゃうじゃないですかね。でも食後っていうのは食事でもうすでにこうね、揚げてる時でしょ。揚げてる時にさらに揚げちゃうんですよ。じゃなくて揚げてちょっと時間を置けば下がってくるじゃないですか。その時にまた揚げてあげる。そうすればここが満杯になってる時にさらに入れるよりも下がっていった時にまた入れてあげる。これなんですよ。そうすると脂肪にならないでしょ。だからおすすめは午後3時から4時が理想的。だから3時のおやつですよね、うん、はい。まあ、これね、よくよく考えてみたらなんか当たり前っぽいようなところもあるんですけども、ただね、改めて見てみると、あ、そうかと思うんですよね、うん、あ、こういうふうに食べればいいのかなっていうね、ところがあります。ですから今日ね、お話しさせていただいたのは食事健康法に関してなんですけども、同じ食事をとるにしてもね、楽しくとっていただいて、まあ、健康的にね、ダイエットに有効な、食べ方をするには、まあ、GI 値っていうのをね、ちょっと考えていただければいいんじゃないかなということでした。はい、どうぞ。朝食の時間って何時まで？これね、何時までということはないんですね起きてから何時間？2時間。起きてから2時間、起きてから2時間とか、そんな感じですよ。例えばね、三交代制のね、夜勤の人とかいるじゃないですか、うん、そういった人は朝食はいつって？ああ、寒いですね。無理でしょ。だから起きてから2時間以内に朝食、起きてから何時間以内に昼食、起きてから何時間以内に夕食という、そういうね、決まりを作ればいいんですよ、うん、で、起きて、基本的に何時だからね、普通どうですか、朝なら7時とか、お昼は12時とか、夜は6時とか、そんな感じじゃなくて、起きてから何時間っていうね、感じで、だその人の生活リズムって多分違うじゃないですかね、はい、ね、朝早く起きる人と、ね、遅く起きる人と、ね、朝5時に起きる人と朝10時に起きる人とは全然違うもんね、うん、それにもかかわらず朝食を同じ時間にしたらまずいってことですね。
ねえということです、はい、よろしいですか、はい、まあ、ちょっとこのような形でね、今日はあの食事についてねお話しさせていただきましたけども、まだまだね僕もちょっと勉強不足なところもあって申し訳ないなと思ったんですけども、まあ、このような形でね、もし、ね、やれるならやってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあこの後はねリラクゼーションの方をね始めさせていただきたいと思います。はい、まあ、リラクゼーションはね皆さんが一緒になってね、治療できるようなね、感じなんですね。で、まあ、今日都合の悪い人、都合のいい人ね、いるかもしれませんけども、ちょっとみんなね、今日は超人数なんでね、フルにエネルギーをパワーをね発揮してですね元気になってもらえればいいかなと思いますので、じゃあちょっと都合の悪いところあるかどうかねチェックするために首を軽くこう前後もしくはね軽く回してみてくださいね。こう回し方によってはちょっと痛かったりとか呼吸呼吸してたりとか、なんか感覚の違いね、で肩すくめて下ろしたりね、こんな感じで、そうそうそう。であとはじゃあ手をこすってみますよ。この手のこすった感覚もね、ちょっと違うかどうかね。今結構ね、重たいっておかしいな、滑りが悪かったり、ね、ベトベトしてたり、そんな感じかもしれないですね。はい、じゃあ、リラクゼーションの方ね、やってきますので、ちょっと真っ暗にしてね、アロマを焚いて、音楽をね、かけていただきます。なので、手はね、膝の上を置いていただいて、あ、目が外したわけね。で、ではね、反対を持ち立てていただいて、リラックスした状態でね。で、後ろからまたかすったりしますからね。